ベネディクト・クローウェルベネディクト・クローウェルはアメリカ合衆国の軍人、政治家。第一次世界大戦中及び第一次世界大戦後の陸軍組織に大きな影響を与えた。オハイオ州クリーブランド生まれ。ケース工科大学で学び、1891年にイエール大学で哲学の学士号を取得した。イエール大学はその後1918年、クローウェルに 科学の修士号を贈与した。クローウェルはイエール大学在学中、UI 界税タップ祭に所属した。イエール大学卒業後、クローウェルは、故郷クリーブランドに帰郷し、実業家としての経歴を開始した。クローウェルはまず鉄鋼会社、オーティス・スチール CO で、科学技師として勤務した。クローウェルは続いて、クローウェルリートル・カンストア、CO。 を立ち上げ、ブラジル、メキシコ、アラスカで最高技師として働いた。1938年、クローウェルはセントラルナショナルバンクの社長となり、死の直前まで社長として経営を行った。クローウェルはまたニッケルプレートレールロード社の取締役も務めた。クローウェルはクリーブランドにおいて著名な実業家となった。 アメリカ海外派遣軍の査察を行うクローウェル1916年、クローウェルは予備役昇降部隊の少佐に任官された。クローウェルは1916年11月から12月まで陸軍省において軍法会議に関する特別委員会の委員を務めた。1917年6月、クローウェルは陸軍兵器部隊に招集され、1917年11月まで 現役任務に就いた。1917年11月10日、クローウェルは陸軍時間法及び軍需部長に任ぜられた。クローウェルは1920年6月26日に陸軍時間法及び軍需部長を辞任した。またクローウェルは1919 19年に陸軍兵器協会を創設し、1946年まで同協会の会長を務めた。 1931年1月、クローウェルは陸軍予備軍において、順庄に任せられた。クローウェルは1941年から1945年まで陸軍長官特別顧問を務めた。クローウェルは1952年9月8日に、オハイオ州クリーブランドで死去した。クローウェルの遺体は、アーリントン国立墓地の第6セクションに埋葬された。 ベネディクト・クローウェルの父親はウィリアム・クローウェル、母親はメアリー・ベネディクトであった。クローウェルは1904年12月にジュリア・コブと結婚した。ありがとうございます。